平尾どうでしょう。ようやく茨城最初のポイントになりました。平尾のスリーです。中に入れてブラッキンズ、ボールをよく動かして、もう一回ブラッキンズから長谷川のアタックはブロック、トラソリーニのブロックでした。トラソリーニがハイポスト、鶴巻逆サイドに中村いるんですが、鶴巻からそのまま打ってきます。おー決めてきました。中村フリースローライン上から打ってきました。今日初得点です。外開いた、どうでしょう、スリー短い、鮫島の最初のシュートでした。そしてトラソリーニ一直線コースト、トゥーコースト。この134キロの巨体に人数をかけて守りに行く茨城です。おー素晴らしいスリーが決まりました。ロングトゥーという形になりました。逆にショートコーナー中村やり返します。平尾が右、福澤が左です。タプスコット、ハミルトンのスクリーンから進路を作って S 字カーブを描いて入ってきました。アタックです。カットインしてきますが、トラスウェイに自分で行きます。ワンハンドちょっと強すぎましたが、ここはリバウンド、タプスコット頑張ってアリュープ気味に送り込んできて、よく合わせました。タプスコットからトラソリーニです。越谷タイムアウトです。高橋裕二がアリュープ気味に送り込んでタプスコットだったんですが、トラソリーニがカットインをしてきて裏で合わせました。どうしますか、これアイソレーションで行くでしょうか。いや、ハイピックを使って送り込んできた。ハイローからトラソリーニ、ちょっと窮屈な体勢、決めてきました。タプスコットオフボールで空想がディフェンスを下げて、空想おー来ました。タプスコット小林ハイローで空想左手、空想の連続得点です。長谷川は初めてのスリーポイントということになります。空想、畠山から長谷川動きながら小林のいいチェック、そしてバッツがデッドローの位置から2人ヘルプに来た。小林のヘルプですが、シュートを打てませんでした。そしてその後、うわ、バッツ4つ目です。横塚飯田 2-3 ですね。これ落合、バッツ、ヒンクル、外から打ってくる平尾、リバウンド回収したトラソリーニ、ファールあってバスケットラウンドです。落合のファールです。 2-3 だと思うんですが、外から平尾の3でトラソリーニが、まあ、このリバウンドのとこ、ハミルトンから、おこれもよくボールが動く、下がりながらのトラソリーニ。小林も前半の終わりに3ポイントを決めて乗ってきているはずです。トラソリーニギャップに入って決めてきました。ミドルショットです。福澤、小林、トラソリーニ、タプスコット、小寺、おー決めてきた。またゾーンの守り方なんですが、福澤早いチェック相手、長谷川ドライブに切り替える。トラソリーニ、タプスコット3はタップインしてきた。タプスコット外振って平尾、小林、おーファールあってバスケットカウントになりましたか。